こんばんは。こんばんは。今日はサイドポニーじゃない、今日はねハーフアップにしてみました。ハーフアップ見えないですね、結び目が今日はハーフアップです。なんかあんまハーフアップしたことないんですよね私。よし、1983歳久しぶり、ありがとう太陽。スポーティー、そう。やす1983さん、お花もありがとう。そう、アディダスですね。アディダスです。みんな昨日はあれ見れました？最近聞いたよね。あの前回のやつと今回のやつ。今日はアディダス、アディダス。こんばんは。あ、そうだ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 、ドボンしますね、ドボンしますね。遅くなったけど7月のオンラインお話し会買いました、嬉しい、待ってるわ。7月は大時、7月はね、オンラインもリアルもあるので、対面もあるので、皆さんぜひよかったら両方とも来てください、うん、12時までかな明日の。そう、ちょっと待ってね、ベッドできる。誰もおらんね。なんか今日はポニーしてたんですけど、さっきまで、そうポニーしちゃったけど、なんか下ろしたいってなって、気持ち的に。でも下ろしたら爆発中だったのでハーフアップにしました。ちょっとうまくいったので、いつもよりは。でもここ辺もぐちゃぐちゃ。こんばんは、うん、負けちゃった。めっちゃハーフアップ新鮮やない？みんな新鮮ですよね。多分配信でも2回ぐらい、今日で2回目くらいだし、撮影では1回しかやったことないですね。わさっぴさん、しずく、ありがとう。しずく、どんどんやっていくスタイルでいきますね。そうなんで、カナルカナウス、やすらのぐちょこのみ、やすらのインスタンド、ツイッター、フォローミー、テレマカシー、
みんなスタンプしてくれる、優しい。みんなドボンぜひ。ランダムですが、スキップ。みんなはもうあれですか、寝る準備できました？みんな何中ですか？やばい、始まったらなんか眠くなってきた。お仕事終わりで電車待ってるって。おー、今電車待ち？すごい、夜遅くまでお疲れ様です。すごい、じゃあめっちゃナイスタイミング、私の配信。お疲れ様ごー。やばいよ、うん、スペード、スペード。あー、カズトさんありがとう。お日様ありがとうございます。そうや、昨日さ配信終わってから最近聞いたよね、見たんですけど、そうめっちゃ映ってました。そうめっちゃ、しかもドアップでめっちゃ映ってたから嬉しかった。みんな見てくれたかな？みんな見てくれた？テレ東さんの最近聞いたよね。そう、AKB のさ好き、何だったっけ、タイトル、タイトル何でしたっけ、好きだ好きだーかな、好きだかな、そう、全体 AKB の全体のコンサートの密着映像があったっちゃけど、半分ぐらい、半分もあったかな、まああったんですけど、めちゃくちゃ映ってて嬉しかったですね。最近聞いたよね、見た、嬉しいね、何回も見た、嬉しい、リボンちゃんありがとう。そう、聞いたよね、そう。そう、今回のは映ってました？私、今回のはまだ見れてないんですけど、今回の私、映ってたかな？映ってるといいな。もう本当に、もうめちゃくちゃ、いっぱい映ってました。ちょうどアップで。ヤス1983さん、ありがとう。T シャツアップ良かった、本当。でも確かに素敵に抜いていただいて、そう嬉しかった。なんかそうアップやったけど、いいアップでしたいいアップでしたね。そう、あ、待って、ジョニーチェンジさん、違う、待って、なんて読むんだ、ジョニーさん、嬉しい、当たってる、ありがとう。しかも私の好きなカード、このカード好き、この千鳥柄のピンクの初期の頃のやつ、めっちゃ好きです。そう、サラノ、そう大きく映ってたやつ、そうアップで抜いてくださってましたね。
3回ぐらいねアップで、そうまずエンジンから、エンジンは端っこだったんですけど、そうミオさんの隣だったので、そう可愛かった、嬉しい。今回のもバッチリだった。お、今回のどんぐらい映ってました？今回のちょっとかな、まだ全然ミニチュアから何とも言えんけど、映ったらといいな。みんなぜひ聞かせてください。幕張まであと10日、10日、今日が7日、10日やね、楽しみ。 KTAK さん、あ、よく当たる方だ。ソラノンハッピネスになってる、嬉しい、ありがとう。今日で何になりますか？そう、ミオンさんとお手つながせていただきました、嬉しかった。うん、緊張するよね、緊張しました。うん、そう、ミオンさんとお隣だったのでエンジン一緒で、そう嬉しかった。ジーギータさん、ジジーありがとう。そう、なんかミオンさんよくね、あのよくというかたまにそう話しかけてくださるんですけど、なんか西川玲さん、わかりますよね皆さん、に似てるってそうよく言ってくださって、そうこの間のねコンサートの時も、あの練り歩きがそう一緒のエリアだったんですけど、そうあの黄色組、なんかあれ色で分かれちゃって、あの全体コンサートのやつはね、そうそれであの同じだったので、その時に裏でその2階で待機中に、そうまたまた2、3回目言っていただきました、そう嬉しい。あーバーストしちゃう、今回もいい感じに映ってたって嬉しい、お楽しみに、そうですね楽しみ、そう話しかけてくださるだけでも嬉しいのに、そう、そう私西川レイさんのお顔大好きなので嬉しかった。うん、対戦ありがとうございましたって、こちらこそありがとう。うん、あクエンさん、クエンさんさん、クエンさんありがとうございました、嬉しい。そう西川玲さんめっちゃ懐かしくない？ひかちゃん配信してんの？うん、新しいアカウント、え今日の髪型、そう今日来てくれちゅらんがと思って、せっかくしたのにと思ったら来てくれた、やっとお答えしましたよ、あのリクエストリボンさん、しずくありがとう、今日はハーフアップです。え今日ハーフアップやのに行っちゃうなんてダメじゃん。トゥトゥトゥ、レイちゃんよく劇場で見たなって、西川レイさん、チーム A、 チーム A かな、チーム A の公演行ってたってこと、JJJ 連発って何やったっけ、
何のポーズがいいと？みんないっぱいスタンプしてくれる。レイちゃん似てるけど、サトちゃんにも似てる。サトネさん？初めて言われた。やばいよ、公園でよく見ましたって。チーム A のコンサート行ってたの？あ、ライブか。うん、違う、公園。ダワン、サトちゃんクロストレーナーから転がり落ちるのも面白すぎ。違う違う、転がり落ちたんやないよ。違う、降りて消毒するっちゃけど、その消毒しようと思って、あのタオルと消毒液取って、ボトル取って、あの拭こうと思って拭いて戻そうと思った時かな。そう、クロストレーナーなんか後ろがこうなっちゃっちゃけど、その下に足引っかかっちゃって、なぜかストントンっていっちゃいました。一番好きなポーズ、はい、そう、いや、お笑いじゃないよ。そう、でも結構ね、あの心配されました心配された、いろんな人に、トレーナーさんとか。でも私は地味に恥ずかしかったので、とっても。いやいや、待って、転んだ瞬間の動画とかさ、撮れんくない？普通にずっとカメラ回さんと、ないです、もちろん。でも今日もなんかステップマシンカー降りたら、フラッてしちゃって、その瞬間をトレーナーさんに見られて、サラちゃんまたこけるよって言われたこけ、もうこけませんって言いました。もうこけませんって。いや、まだ、転ばんやったよ今日。フラフラしてました。そう、ステップマシンカーを降りたらちょっとフラってする、いつも。最近たまにジム行く場合。おお、何しよると？まあ危なっかしいんで、危なっかしいですけど大丈夫ですうん、大丈夫です。気をつけてねって、ありがとう。気をつけます。そう、トゥ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 、ジムによるっちゃけど、何腕鍛えるマシン。あ、腕鍛えるマシンってどういうの？こういうの？転んだ動画ないって。ないです、ないよ。待って、行くジムによるっちゃけど、そんな何個も行くんですか？すごいね。え、ストントンっておむすび以外聞いたことないぞって。そう、なんかトントンって後ろにこけました。そう、確かにおむすびコロリンストントンやね。そんなのあってないけど、地味に恥ずかしいやつ。幕張のお話し会楽しみで、毎日何話そうかなって考えてる。嬉しい、私も楽しみに待ってるわ。あ、押すやつ、手で引っ張るやつ、引っ張るやつなら分かるかもしれない。あ、こっち、こっちかな。だから分からんって、分からんよ。そんなこと言ってますけど、浩平さん、
でもお話し会本当にやっとショールーム毎日見てくれちゃうけど会ったことなくてみたいな、そうやっと会えたねって方とか結構いて嬉しいです、うん、夜しか眠れない、十分です。それは引っ張るやつ、待って、どういうの、やったことあるようなないような、でも今のところではやったことないと思うな。なんかさ、高校生の時に1ヶ月か2ヶ月ぐらいだっけ、お友達と同じジム行ったことあるんやけど、高3の時に、終わりぐらいにね、あと高 3? 高3かも、うん、そこでなんかやったことあるか、ワイもまだショールームの人なのかなって。でもあのなんだっけ、オンラインよく来てくださってる方とかはのぞいてね、そうオンラインは来てなくてとか、そうこの日を待ってたって方とかはさ、やっぱさ、そう、うん、会場に来るの楽しみにしてたよって方はそう最近やっと会えるようになったじゃないですか、そう嬉しい。西日本でもリアルお話しかやってほしいな、ね、わかる、めっちゃわかります。それだって西日本の方来るの難しいよね、なかなか、うん、そうやっぱショールームでね、そうお話しする機会やっぱ多いから、そうお話し会よりもさ、だから実際会えるとめっちゃ嬉しい、あのオンラインだったり、そうあのリアルだったり来てくれるのすんごい嬉しいので待ってます。そうだってさ、文字ではさ、文字ではいっぱい喋るけど、文字と私は会話ですけど、でもさ、なんかあれじゃん、直接会ってとかさ、顔見て、お顔見て話すことないじゃん、ショールームって。そうやから嬉しい、何話すか決めても緊張で飛ぶからあんまり意味ないかもってこと。まあ、わさっぴさんは緊張してないですけどね。そうね、確かに、なんか大阪とか福岡とかあるといいね。お顔見ながらコメントしてます。そうファンの皆さんはね、そう、でも私はお顔見えてないんで、そうニックネームしか、そうなので皆さんショールームの世界から飛び出してきてくださいうん、大阪から会いに行く、おー嬉しい、西日本からありがとう、そうね、ありがとう、遠いとこから。何サーノは笑顔でとんでもない、何置いてくる、なんだ、要注意ですって。オンラインいつも緊張で震えてます。いや、ノー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 、絶対に震えてないです。関東は宿泊交通費が結構かかる、うん、そうね、確かに、とか普段さ、普段何、そうね、あの地方にいてくださる方とかは確かにね、急にチケット取ったりするからね。そうよね、ショールームにいつもいる人でいいかなって。いや、それはもちろん嬉しいです、プラス会いたいよねって。
ショールームの人です、初めまして、悲しいって。あ、めいっ子にお年玉とかいくらあげるべきか今から悩んでる。はいや、はいや。ちなみに何歳？そうね、遠征すると旅費2人分、確かにそれ大変だよね。確かに確かに確かにね、そうね、うん、そういえば最近リファさんの春風何回も聴いてる。嬉しい、めっちゃいい曲よね。わかる、私のカラオケのお箱です。1歳ももらうんですか。1歳か、かわいいな。歩く、あんま当たらんな今日。誰かが近くでゲームをしてるみたい。あー、この音、500円、かわいすぎ、かわいい、何でも喜ぶね。え、お年玉、まあ、そっか、お年玉がいいかな。なんか使えるものとか。さあちゃんの歌声で春風聞いてみたい。え、春風さ、猫舌ショールームで歌った気がする。うん、多分でも3年前くらい、うん、3年前くらいですね。1歳かわいいね、いいな。なあと思われた。うん、お年玉ですか。貯める派でした。うん。でも、そうね。貯める派でした。でも使ってました。どっちやねんって。使いつつ。めっちゃ貯めてた方やと思う、うん、貯めてましたね。お年玉はお兄ちゃんと勝負してました。勝負っていうか自分の中でかもしれないけど、どっちが貯めれるかみたいな。うん、空のにお年玉あげたい。ぜひ待ってます。どんどん使わないとって。アサップさん面白いね。みんなは貯める派でした？使う派でした？え、でもね、なんだっけ、あれがめっちゃ好きだったんです。あのさ、それこそなんか文房具屋さんとかになんか AKB のなんかブロマイドとか売ってあって、そう、そういうのめっちゃ買ってた。そう、なんか600円でこんな一冊分みたいな買えて毎日引くみたいな。
どんどん使う話って今でも、うん、出た偽物、偽物かもしれないけど、すごいね、大好きだったので、お兄ちゃんと引き合いっこしてました。とか駄菓子屋さんで、そう、 AKB のポスターとか、うちわとか、あ、うちわじゃない、下敷きとか、そう、ファイル、クリアファイルとか、そう、めっちゃ引いてた。100円とかするので、まあさ、小学生とかからしたらさ、100円ってめっちゃ高いじゃん。そう、そういうの引いてました。そう、10円のゲーム、私10円のゲームやったことないかも。うん、待って、10円ゲームってそれこそさ、あれよね、待って、あれやない、それもしかして、あの、王様に捧ぐ薬指見てますか？それのこの間の回にあったよね。感触玉って何？感触玉って何？10円弾くやつ、あ、それ王様に捧ぐ薬指のやつや。とか、なんか鳥取の温泉街にあったかも、もしかしたら。私やったことない、うん、見たこともあんまないかも。あるかな、10円玉転がすやつ。やったことない、やったことないです。うん、割と近所の駄菓子屋に乃木坂来ちょった。すごっ、うん、10円ゲームやったことない。え、そう、三朝温泉多分あった、うん、うん、そう、王様に捧ぐ薬、あ、そうそうそう、指輪、そうそうそう、そういうこと、うん、ドボン、そういえば王様に捧ぐ薬指ね、昨日見たっちゃけど、昨日かな、え、うん、昨日見たんですよ。昨日さ、あの、新しい回が放送される日やったから、昨日の午前中かなに前の回を見たっちゃけど、あの、45分、ん、 TVer で、そう、TVer さんでね、46分ぐらいやっちゃわ、そうの動画やのに、私には1時間15分ぐらいかかってました。20分ぐらい、そう、何回も好きなシーンをリピートして、巻き戻して巻き戻してってやりよったら、1時間20分弱、20分ぐらい、15分20分かかってました。そう、30分オーバーしちゃった。私のドラマあるあるなんですよね。そう、録画とかサブスクじゃない、 TVer とかで見ると、そう、プラス30分ぐらいかかっちゃう、見終わるまでに。そう、人とあんま見れんかも。そう、巻き戻しちゃうので。そう、巻き戻すの嫌だっていう人とは見れないかも、うん、ドボンドボン。ファイナルコンサート応募した、イエーイ、ぜひぜひ。そうだ、そうですね、今ですもんね、応募中。一回通してから見てリピートじゃなくて、その場でリピート、そう、その場でリピートするんです私。そう、
もう一回見たいってなったらもう一回見ちゃう、見ちゃうんですよ。わさっぴさんすごっ、めっちゃ強運の持ち主、こう、あ、幸運の持ち主、うん、うん、嬉しい、当たったね。これはセンチメンタルトレインの衣装のやつですね。わざとっぴさん発見しました。皆さん空のパラダイスつけてらっしゃいます。わざとっぴさん Thank you です。わざとっぴさん迷ってます。ドボンですか。お、違った。ね、ちょっと偽物じゃないんよ、本物です。わざとっぴさんにドボンされました。おめでとう、ありがとう。偽物じゃないよ、本物ですよ。本物だぞ、本物だぞ。イエイ。電波が悪いっす。え、私悪い？はあ、これはなんて読むんだ。ゆきひかりさん、今日もありがとう、嬉しい、当たった。結構昨日当たった方と当たるかも、嬉しい。電波悪い？最近聞いたので見た場合ってどっち？新しい方？本物でしたかって、本物ですよ、もちろん。タン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 タッタラン。え、白蛇？私にはできないです。白蛇ここに巻くってことやろ。なんかお兄ちゃんがね、ちっちゃい頃やりよったよ。なんか白蛇じゃないかもやけど、蛇私にはできないです。スネークは負けません。上がり。リボンちゃん。しずく、ありがとう。はるちゃんかわいいなって。はるちゃん、あ、それさ、あれやない、わ、お嫁くん、お嫁くん、私見てないですけど、お嫁くんかな。何やっけ名前、私のお嫁くん、うん、なんだっけな。リボンちゃん、ハートありがとう、ありがとう。誰もいないかな、おらんね。お嫁くん面白いっちゃ。お嫁くん私見てないですね。あれ見てますよ、表情と、王様に捧ぐ薬指と、ホスト、ホスト相続みたいな、あの三浦翔平さんのやつ。そう見てますけど、でもホストの話はあのね、5話と6話、いや違う、6話と7話かな、見逃しちゃったんですよ、うん、そう、それ以外は見れたかな。見たやついっぱいあるのにさ、なかなか追いつきませんね。それって何、何、何、面白い、何
そう、三浦翔平さん好きですね、私、うん、あれが可愛かった、あのインスタのさ、手、あの息子さんかなと手こう写してて、ちっちゃなお手手と、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった、絶対可愛いよね息子さん。え、男の子よね多分、うん、だって三浦翔平さんと桐谷美玲さんですよ、絶対可愛いやん、絶対可愛いって、見てみたい。それってパクリじゃないですか、それ誰が出よると、誰が出てんの、いや絶対イケメンよ、絶対イケメンよ、うん、将来モテそう、うん、めっちゃモテそう、今1歳、え、何歳やったっけ、1歳、2歳、2歳やったっけ、何歳やったかな忘れた、絶対可愛い、ドロー2、あ、上がりました、やったね、マッチングアプリ、マッチングアプリでも今流行ってるって聞く、うん、なんかニュースとか、あ、待って KTAK さん、すごい、めっちゃ当たる、嬉しい、ありがとう。あともう一人の方も当たったって思ったら、そららちゃんの方でした、会えることは会えるらしいって、マッチングアプリですか、どうやってつながるんやろね、その後今日こそ当たりたいね、当たろ、あー KTAK さんワンツーフィニッシュ、ありがとう、知り合いがマッチングアプリでご飯行ったって言うてたと、おお、すごい、でも素敵な出会い、うん、でもなんか毛利さんのなんか企画みたいなやつで、私見れてないっちゃけど、見れちゃらんけどさ、なんかそういうのあったよね確か、マッチングアプリで誰が一番モテそうみたいな、あの岩見さんが1位だったやつかな、あれマッチングアプリの企画かな、なんかコツみたいなのあるちゃろ、結婚1位、うん、マッチングアプリのやつかな、うーん、
え、なんか条件入れたらマッチングする人が決まるってこと？そういうこと？全然仕組みが分かんない。たたたた。はあ。サッチャン以上に可愛い人はおらんやろうなって。いるって。おるって。マッチングしたことある。おお。マッチングその後は？こんばんは。今日はハーフアップ。そこは否定するんか。一応ね。一応ね。世の中で見たことないの？うん、オタク許してくれる人がいいの？いっぱいおるやろ、うん、なんならみんなさ、なんかしらアイドル好きやん、うん、うん、韓国アイドルだったりさ、女性も男性も、うん、お金かかるからやめた。あ、え？お金かかるの？マッチングアプリってお金かかるんですか？ねえ、デートとかにってこと？そういうこと？17日の幕張で、うん、サーノンとマッチングします。お、おめでとうございます。マッチングできるの楽しみに待ってますね。そうや、ゆーちゃんめっちゃ久しぶりね。てか、え、対面で会うの初かも。どうなんだろう。そろそろオタク終了の予感です。なんで？なんで？寂しいじゃん。え、ダメよ。みんな。考え中、ごめんなさい。そろそろネイルを変えたいです。めちゃくちゃ伸びてます。てるてるくんさん、ありがとう。あ、秋風さん、めっちゃ久しぶりに見た。嬉しい。え、対面で会うの初よね。嬉しい。え、3年前も貴重なラ初やね。メッセージに、待って待って待って、 LINE みたいな感じでメッセージするよね、きっと。メッセージにお金かかるってどういうこと？一回喋ると100円とかそういうこと？久しぶりだよね。嬉しい。元気してた？ドゥ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 。アイドル好きはみんなオタクではないよねって。でもアイドル好きならいいじゃん。うん、アイドル好き同士がいいんだったら、そのアイドル好き同士の方、アイドル好きな方を見つければいっぱいおると思うしね。一回喋ると何ポイント持ってかれる。え、そういう仕組み？確かにそれは考えちゃうかしれんね。全然空のとドボン当たったことないですって。当たれるよう願えば、願えば当たるさ。当たりましょう。ポイントなくなったら課金。え、じゃあさ、最初何ポイントもらえると？私
かになんかキャバクラっぽいね。キャバクラのポイント制なんですか。トゥ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 。サラの激推ししてもいいかな。もちろんです。待ってます。アプリによるんや。7年。おー嬉しい。じゃあ私が加入する3年前くらいかな。奥さんに勧められていてほしいなった。素敵すぎる。いいね、いい夫婦だ。いいよね、なんか夫婦でコンサート来てくれたりイベント来てくれたり本当に素敵。ありがとう。じゃあスヌポンさんが先に好きでいてくれたんですね、 AKB のこと。でもさ、8の初期からの方とかやったら9年とかやろ。素敵。嬉しいよ。当たらんかな。当たんない。出会ってくれて見つけてくれてありがとう。みんな披露目の日おった。すごっ。埼玉スーパーアリーナ。 AKB の前は坂道の方行ってました。なるほど、そういうことか。あ、奥様と一緒に。他の人のマッチングしたから他のメンバー探そう。ダメよダメよ。ぐるぐるカーテンのシリアルバイって。カーテンの中ダダ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 誰に恋したのか。すごい、お披露目もおって。そうね、九州も来てくれてってすごい。もう本当に愛だ。僕だけ坂道行ってて、推しが握手会来なくなったから A と行くようになった。なるほどね、嬉しい、出会ってくれて。そうね、重いよね、そりゃ。最初もお披露目からさね、見てる方とかは特にエモいよね。だって私よりも歴長いじゃないですか、8と共に過ごしてる時間。そう、そうだよね。私よりも5年ぐらい、5、6年。1時間くらいしようかなって思ってるので、1時間だったら教えてくださいね。さやちゃんが8知ったのもかちゃんがきっかけ。もかちゃんは普通にオーディションあるみたいなのをテレビで見てそれで知りました。ずっと AKB 好きやったからね。そう、ルイセンコルクでキュやろ見た見た、それ見た。ルイセンコルクでキュ見た、ちゃんと見ましたよ。おすすめされたから。あと5分、めっちゃ早い。じゃああと5分経ったら終わりますね。
ムカと一緒に受けんかったと思って、私ムカが受けてるのも知らんくて、そう、そうそうそう。でも私受けようって思ってたんですけど、その日ね、あのね、どうしても外せない用事があったんです。そう。そうなんです。なんだっけ、法事ですっけ、そう、あって、そう、行けない、なんか日程がね、全部確か決まってたんですよ。そう、それでね、諦めた。うん、そう。でテレビ見よったら、あの、そう、映ってて、おおって、そう、びっくりした。うん、うん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 。でもすぐ終わりますね。2日連続？そっか、2日連続か。ありがとう。ドゥ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 。そういう諦めたから、そうですね、逆に今会えたのかもね。エイタのサラちゃんが受けたオーディションも飛行機飛ばなくて後ろから受けたんだよね。後から受けたんだよね。そう、私が連絡したから受けれました。メール送ったから、事務所に。そう、送らんやったら私はもう、あの、受けれます、受けれず終わってたと思います。うん、違う道に進んじゃったか、違うオーディション受けてたか。そう、でも最後と思って頑張ったオーディションだったので、そう、嬉しかった。そうなの。じゃああと1回で終わるね。そう、頑張ろう。エイト以外もそう受けてましたね。そう、私 HKT さんの4期生受けてたんですよ。そう、HKT さんのね、4期生受けてました。でも最終で落ちちゃった。そう、そう、最終で落ちました。そう、指原莉乃さんの前で歌を歌いました。めっちゃ緊張したよ。めっちゃ緊張した。めちゃくちゃ緊張しました。そう、本物だって。そう、また、ナッピさん推しですか？私実はね、ナッピさんとずっと仲良かったんですよ、オーディション中。オーディション中ずっとナッピさんと仲良くて、ずっと隣にいました。そう、あの、二次審査と三次審査の時、そう、二次審査終わって、次三次審査で会う時に、そう、覚えてるって言って、そう、二人で。もちろん覚えてるよって言ってる。そう、うん、残念。ドゥ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 。そうなんです。うん、そう、そう、でもそうだな。でも名前言ってわかるかどうかわかんないけど、松本ひなたさんと、そう、3人で仲良くて。そうなんです。よし、じゃあね、終わりますか。
ションで大変ですよ。ナピはワサピと関係ありますか？ないですないですよし、じゃあランキングをね読んでいきたいと思います。13位はピンクカメオさん、ありがとうございます。12位は雨宿りジンベイさん、ありがとうございます。11位はリボンちゃん、ありがとうございます。10位はジーギータさん、ありがとうございます。9位はシノタロアットマーク、サラちゃん大好き、サラちゃんに出会えてよかった、嬉しい、ありがとう。と8位は YKYK アットマーク、リランチュさん、ありがとうございます。7位はいちごミルクさん、ありがとうございます。6位はみどりアットマーク、みゆ D さん、ありがとうございます。5位はゲルサットマーク、ナナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はナンさん、ありがとうございます。3位はワサピさん、ありがとうございます。2位はカズトさん、ありがとうございます。1位はヤンス1983さんでした。皆さん今日もありがとうございました。なるさんもそうなんや、何期生受けてたんやろ。じゃあじゃんけんしたいと思います。皆さん、あ、間違えた、いきますよ、せーの、空のじゃんけん、じゃんけんぷんブンブンブン、ありがとう。さて、いっけ、なになに、なんで、何の旅それ、何で傷ついちゃったの。3期生すごー、ナコさんたちと一緒なんだ。よし、皆さん、え、じゃあすごいね、すごいね、そう考えるとめっちゃすごい。じゃあ結構 HKT さん九州のメンバー受けてたんですね。みじも受けてたし、はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。はい、見てくださいね、最近聞いたよね、チームメイトのコンサート、チームメイトの9年間の奇跡のコンサートの密着映像も流れてるので、そう、皆さん、私もまだ見てないんですけれども見てください。あとはそう、日曜日まで何だっけ、秋葉原駅にて9年間の奇跡の大きい看板が交通広告掲載されてるので、そちらの方も皆さん近くに行ったらね、写真撮ってみてください。あとお話し会、そう、受付中なので皆さん待ってます。明日の12時かなまでかな、そう、待ってますね。じゃあ皆さんありがとうございました。はい、それではおやすみなさい。またね。昨日行ったよ、嬉しい、バシャリしてきた、みんな載せてくださいね、 SNS に載せてたくさん拡散してください。うん、それでは、あ、載せてくださいね、 SNS に載せてたくさん拡散してください。うん、それではおやすみなさーい。みんな